どうも高井です。時間を通し情報発信で加速、蓄積で拡大、時間にレバレッジを効かせるって話をしたいんですけど、この動画発信に対しても1本の動画 1,2 分の動画に対してまあ喋ってる時間っていうのがだいたいこうやってカメラの前で喋ってる時間がまあ繰り返し喋ってるから15分から30分ぐらいカメラをカチ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 やって話してたりするんだけど、それに対してまあ編集字幕なしだと30分で、字幕をつけるとエンコーディングの時間が長いんだけど、その時間を入れるとまあ90分じゃあ合計2時間ぐらいかかっちゃう。2時間ぐらいかけて1分か2分の動画作ってんだよ。だから一般の人から見るとなんでそんな時間かけんの、もったいないよって思うかもしれないんだけど、これね蓄積していくとどん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 逆に視聴回数視聴時間が増えていって時間にレバレッジがかかり始めるんですよ。でレバレッジがかかると自分自身の時間の費用対効果が飛躍的に上がっていく。より多くの人に見てもらってファンになってもらうってことができるかっていう可能性が結構ある。だからこれから情報発信することによってもしかしたらあなた自身の将来っていうのに労働者以外の働き方が増えていくって可能性があるので、そういう可能性を広げるためにもこう YouTube というメディアを使ってみましょうね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。